こんばんは、シーバードです。今日はですね、2回目のラジオ風な放送という感じで、前回ですね、第1回目はですね、皆さんにいただいた質問にお答えしながら進めさせていただきました。初心者の方が使いやすいおすすめのエフェクターのご紹介であったりとか、あと X をコピーするのにおすすめのマルチエフェクターとかですね、まあそういった感じでご質問にお答えさせていただきながら、なんだかんだ喋ってたら20分近くになってしまったというふうな感じでですね、まあ今回も似たようなペースで喋っていきたいなと思っております。ざっと自己紹介をさせていただくとですね、僕は長崎出身なんですけれども、18歳で高校出てから上京して、目黒の鹿鳴館というライブハウスをですね中心にバンド活動をしておりました。まあバンド活動はですね、まあ、頑張ってはいたんですけれども、まあデビューはしたけれども売れることなく、まあそのままですね、バンドが解散となった後は、僕は運よくですねレコード会社にですね拾ってもらって、そこで社員としてですねレコード会社で働いておりました。で2010年の秋頃かな、冬前ぐらいに転職して広告代理店で働きまして、で今に至るというふうな感じで、4年ほど前ですかね、3年半ほど前から YouTube をやり始めて、もうほぼほぼメインチャンネルは XJAPAN のヒデさんのことばかりを追いかけ続けているというふうなチャンネルになります。で、まあ、こちらのですね77式リアルチャンネルっていうのは、割と僕が好きなことをこうお話ししたり、あのエフェクトのですねご紹介をさせていただいたりという感じで、まあ好き勝手にやらせていただいているようなチャンネルになります。まあここでですねラジオを始めて、まあ、2回目なんですけれども、まあ1回目の放送でもお伝えしたんですが、結構ですね今質問をたくさんいただいて、なかなかですねこう返す時間がなかったりするので、こういう形でですねもう向き合ってというか、質問にがっつりとお答えできるような時間を作っていきたいなというところでラジオを始めた次第でございます。では早速今日の質問、まず一つ目いってみたいと思います。こちら画像を出しますね。ツイッターの質問箱でいただいた質問です。毎回ためになることや楽しい動画をありがとうございます。こちらこそご視聴いただきありがとうございます。まあ、柴田さんやヒデさんに憧れ、念願の MG165S チェリーサンバーストを新品で購入しました。そこで質問です。自分は手汗が他人より多く、ブリッジなどがすぐに錆び始めてしまいます。何か防ぐ方法とかありますでしょうか。また消耗品として考え、ダメになったら交換をという方が良いのでしょうか。長く大事に使いたいため質問させていただきましたというご質問です。ありがとうございます。いいですね、 MG165S の新品。これね、ブリッジがねピッカピカでね、めっちゃテンション上がりますね。ヒデさんモデルのチェリーサンバーストですね。ヒデさんのモデルは結構ペグとかブリッジが金なんですよね。金色のものが非常に多くて、まあ、錆というか剥がれ、メッキの剥がれみたいなのは、普通のクロームの銀色のやつよりも目立ちますよね。なのでですね、
結構気になるところではあると思うんですけれども、まあ消耗品として割り切るっていうのも一つかなと思います。というのもですね、どうしてもやっぱ金のメッキって剥がれてきちゃうっていうのと、あとやっぱりヒデさんモデルって結構金がピカピカしてた方が映えるっていうのは実際に感じますよね。ちょっとくすんできたゴールドっていうのはですね、やっぱりちょっと見栄えが良くないなっていう風な感じはします。まあなので、まあそれでもね、5年とかは全然普通に持つかなとは思うんですけれども、まあある程度割り切っとくっていうことも必要だとは思います。まあ、でもですね、極力やはりですね、長く使っていきたいというところで、まあ日々のですねケアみたいなところはですね、やっていかないといけないですね。で、まあ、布で拭き取るみたいなのはもう常々、ね、やらなきゃいけないことではあるんですけれども、あとは原稿感であったりとか、まあ定期的にあのポリッシュっていうのかな、僕が使ってるのはヒストリーのギターポリッシュなんですけれども、まあ、それがですね、まあ、ボディだけじゃなくて金属部分にも使用できる液体があるんですよ。オイルですね、オイルがあるんですね。なのでですね、まあ、それは、まあ、現行感でブリッジ外した時にはもう必ず拭くようにしてますし、まあ、そういったことはですね、まあ、ちょいちょいしっかりとやっておくといいと思います。ヒストリーの HPP3 ポリッシュ、白いやつですね。これね結構いいですよ。金属部分にも使えるし、あとはまあボディにも使えるんでね、結構ピカピカになります。まあ、あと交換というのもですね、なんかこうマイナスに考えずに割とポジティブに考えてもいいかなと思いますね。まあ五等製のやつがオリジナルというか購入時にはついてると思うんですけれども、まあ、例えばちょっと違う形の、まあ、ブリッジというか、まあ、ペグですね、ペグとかは変えちゃってもいいんじゃないかなと思います。僕もですね、結構ペグは変えてますよ。ちょっとレスポールのタイプのペグにしてみたり、あとロック式のペグにしてみたりというところで、今結構ねゴールドのペグのパーツもたくさん出ているので、その辺もですねこうポジティブに考えながらグレードアップみたいな感じでですね、パーツ交換をしていくのも良いと思いますよ。あとはまあ金具のパーツ以外でもですね、ノブとかもヒデさんモデルモッキンバードは結構くすんできたりするし、あとシルバーのというかシールのところですね、ノブのシールが取れたりしてるので、その辺も定期的に交換すると良いと思います。まあ、ちょっと話はずれちゃいますけれども、まあ、サスティナーのスイッチであったりとか、あとダイレクトスイッチですね、3つミニスイッチがあのチェリーサンバーストっていうかヒデさんモデルにはついてると思うんですけれども、サスティナー付きのやつにはそれもですね、ちょっと縁が黒いやつ、黒いダイレクトスイッチとか黒いサスティナースイッチみたいなのに変えるとより本物っぽくなります。ヒデさんっぽくなります。ドンズバがそうなんですよね。ご本人が使用しているのはミニスイッチが全て黒というところで、そういう感じでボアアップしていくのも面白いんじゃないかなと思います。では続いての質問ですね。ギターやエフェクターの管理方法を教えてくださいと
いうところで、僕はですね、今ちょっと驚いたことに、まあ、ギターを3本ほど借りてたりっていうのもあるんですが、ギターだけでですね27本とかあって、でベースが2本なんですよね。ちょっとね、多くなりすぎて、これはね、かみさんにバレたら怒られますよっていうところで、本数がね結構多いので、マンションにですね有料で借りれるロッカールームがあって、そこにですねギターをまとめて置いております。まあそのですねロッカールームの利点としてはですね、空調が年中ずっとついていて、まあ、その辺がですねギターの保管には非常に適しているということで借りております。1畳ぐらい借りて月で1万2000円とかかな。まあそれでも20本以上のギターが置けるので、まあ部屋を広く保つためにもということでですね、借りております。ちょっとお写真載せておきますね、まあ、こんな感じです。でこれからまあもっとねいろいろと物が置けるように棚なんかを用意しようかなと思ってはいるんですが、普通のお家だとねそういう空調が年中回りっぱなしのロッカールームっていうのはないでしょうから、家での保管方法、まあうちにも今8本ぐらいはまだ部屋に置いてあるので、まあ、そのギターのですね保管方法は、この時期梅雨時期に関してはですねもう常にケースに入れております。まあ、それが一番安心ですよね。でハードケースにね入れるのがいいんですけれども、ハードケースに入れて湿気取りっていうか楽器用の湿気コントロール剤っていうのがあるんですよ。まあそれをですね、なんか乾燥剤みたいなやつですね、脱臭防サビっていう感じのものがあるので、それをですねケースにぶち込んで保管しております。まあ、ただですね全部のハードケースを用意することができないので、僕はソフトケースにギターをしまって、その湿気コントロール剤とかを入れてたりもします。まあ、ハードケースほどの効果はないかもしれないですが、まあ、少しでもですね湿気から守るっていうことを考えると、ソフトケースにも、まあ、楽器用の湿気コントロール剤を入れた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただね、まああんまり気にしすぎてもねっていうところがあるので、まあほどほどに、もうしま毎度毎度しまってると今度出すのも億劫になってきますからね。そうやって弾く機会が減ってきちゃうと、なんか本末転倒な感じがするので、まあ最悪剃ったら剃ったでメンテナンスをお願いするとか、まあそんなね無理な剃り方は、この季節がさすがにここまで雨が多かったにしろ、大げさな曲がり方はねしないですよ。したことはないですね。逆に安いギターの方がそれはあるかもしれないですね。キーが変形しちゃうっていうのは、普通のギターだったらそんなにはないと思うので、心配しすぎなくてもいいかなというふうな感じではございますが、楽器用湿気コントロール剤は入れておきましょうというふうな感じですかね。続いてエフェクターの保管方法なんですけれども、結構僕はザクッと保管しております。ちょっとお写真載せますね。これはですね
ニトリで買ったのかなケースなんですけれども、ここにゴソゴソゴソっという風な感じでしまってあります。なのである程度はね、僕の中ではね頭には入ってるんですよね。ここにこれが入ってるとかで、こっちにはあれが入ってるみたいな分かるんですけど、まあ結構ね忘れますよ入れた場所を。だからなんか Excel とかの表で管理するのがいいかもしれないですね、多くなってきた人は。まあそんな一箱で入るぐらいの量であれば全然これいいと思います。であとですね、こっちこれも見てもらいましょう。弦ですね、弦とかスプレーとかも一つのケースにまとめております。一応ね、一応分けてるというか、エフェクト入れるのと、あとまあこういった弦消耗品系スプレーとか入れるのと、あとペダル系ワウとかちょっと小さめのマルチエフェクターとか、あとシールドとかをまとめて入れている箱とかっていうのでは一応分けてはいますね。なので使用用途によってこういうケースで分けてラックに保管していくといいんじゃないかなというふうな感じでございます。参考になりましたでしょうか。まあ、今回もですね、こういった感じで3つの質問にお答えさせていただいたんですけれども、まあ、今後ね多分音声系のこういう YouTube 番組っていうのチャンネルみたいなのも結構増えてくるんじゃないかなと思います。これからもですね、ちょくちょくこれまあね、聞いてくれてる人はかなり限られてはくると思うんですけれども、まあご質問いただいたことには誠意を持ってしっかりと返していきたいなと思っておりますので、引き続き77式リアルチャンネルよろしくお願いいたします。じゃあお聞きいただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。